左と出して左の右と出る作法になっております。これは仏教の考え方で、右手が症状、左手が汚れている。で、インドでも食事をするときには右手で食べて、トイレの上をつまずくときは左手ですると。ちゃんとこれは右利きであろうが左利きであろうが、そういうふうに言っております。インドに行って可愛い子供がいたからといって、子供の頭を左手で撫でると大変な問題になります。綺麗な症状が子供の頭を汚れた左手で触るとは何のことだということになるわけです。ですから本堂に入るときも、先ほどあちらでまたいでいただくときも、右からまたいでいただく。これは大体仏教の考え方で、タイでもスリランカでもいろんなお寺に行って、お堂を回るときは必ず右、時計回りなんですね。右肩を仏さんに使い方、汚い方は離すという形で右回りに回るというのが、アジアの仏教界、仏教の世界での常識です。和合と申しております。この重たい大きな茶碗ですので、一人ではなかなか飲むのが難しいございます。で、初めて隣に座った方も助け合って一杯のお茶を飲むということで、一味和合、一つの味を持って心を一つにする、心を一つにしないと茶碗を落としたり頭にかぶったりいたしますから、助け合って